ネジキシバリバトルマスター決定戦編。はい、どうも僕です。前回はですね、無事転職クエストをすべてクリアすることができまして、バトルマスター決定戦に挑めるようになったんですが、なんと前回使っていたモンスターたちがちょうどバトルマスターシナジーのある2体だったということで、これでやっていきたいと思います。装備に関してはいろいろ話したいことはあるんだけど、それはバトルの最中に話していきたいと思うので、早速やっていきましょう。来ちまったようだな。マスタークラス大会に挑む時がいざ、最強バトルマスター決定戦開幕。さあ、いよいよ。おい、デンタリッチ使ってるって。プロモーションムービーでデンタリッチ使ってるよ、公式側が。こんなことが許されていいんですか。さあ、そしてこのね、バトマス決定戦の何が難しいかって、リュータがいるんだよ。もうこれがやばすぎる。まあ、大輝は最悪いいよ。でもリュータはだって前回王者ですよ。まあ、モンマスとかももちろん難しいんだけど、やっぱりリュータがいるってのがかなりきついんじゃないかな。さあ、第一試合は、コータ選手。まずはお前から服を剥ぎ取る。さあ、お相手が使っているのはなんじゃそりゃ。ストライクハート誘う踊りのこれ誘惑の剣かな。で、防具がよくわからないやつだけど、あれなんだ。行くぜお前たち、今回もよろしく頼んだぞ。ただね、この防具を見てお分かりだと思うんですけど、クソ弱いんだよね。まあ、これ何が起きてるかっていうと、まあ、一応この縛り上最後に使った装備品を、まあ、使うことになるんで、防具に関しては最後がソウル決定戦だったから、そこで使ってた光のドレスを使わなければならないという縛りなんで、これがきつい。で、武器に関しては武器は交換してないんだよね。この爪だけは、まあ、そのまま引き継ぎという、なかなかややこしいんだけど、まあ、簡単に言えば、まあ、爪だけ例外で他はもう全部引き継ぎって思ってもらえれば大丈夫。で、やることはこんな感じかな。メラがね、相手バトルバスターなんで多分効くと思うし、魔獣の雄たけびで動けなくできれば相当強い。まあ、会心狙うのもありなんだけどね。メラ、いやーそこか。多分あれ魔法の鎧だから、そこだけは一番効かないんじゃないかと思うんだよな。はい、熟練の剣技。251、まあ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 。からの、キングダムソード。剣士系で揃えてんだ。なんかシナジーがありそう。わかんないけど、なんかありそう。守備力が下がった、なるほど、やるじゃねえか。ただうちだって、負けてらんねえぜ。行くぞ、魔獣の雄たけびで、奴らをひるませてくれい。もう1ミスの時点でもう無理。頼むよストライクアウト。まあこれもな、ワンチャン状態上になる可能性があった気がする。264、これはまずいか。ジャンプ切り、ちょっとまずいかもしんない。あれ、これまずいか。どうか許して。いやー、これはね、うち弱すぎない？いや、防具がさ、いくら弱いからって、それ以前の問題で弱すぎんか、うち。ちょっと、一旦これいいか、一旦。会心。いや、でも魔獣の焚き火とどっちがいいんだろうね。ダメージ狙うんだったら重心剣で、状態上の、まあ、可能性を狙うんだったら、お焚き火なんだよ。よしよしよし、オッケーオッケー、いいよいいよ。この、踊りを避けて、なおかつ相手は攻撃してないわけだから、これによって、こっちの HP も守られる。この状況がめちゃめちゃ大事。で、相手が、炎のリングを使うんだったらよ。だったら、これワンチャン、次、つばずり合いあり。はい。会心は出ないけど、まあ、ダメージ的には、おたけび使うよりか絶対いい。で、剣の舞、避けて、くれない、会心は出ない。まあ、会心が結局さっきやばかったから、あれがなければ最悪なんとかなる。闇の刻印、これも追撃がなければそんなにダメージ出ない。いや、さっきの追撃がえぐかった。ビッグバン超え、素晴らしい。これが見たかった。そしてつばずり合い発動。もうこれはね、背に腹は変えられない。確実に奴の動きを封じるためにはこれしかない。で、割と A 技 B 技どっちでもいいから、もうつばずり使っちゃおう。
ナイス競り勝ち。これによって相手動けない。どう SP 使うよね。リングか。リングということはとりあえず確実に一人目減らした。あとは刻印とキングダムソードを使わなければこっちはだいぶ有利だけど、逆に使われたらだいぶまずいから、ここは運ゲーに近い。ミニゴーストはね、メラより効くときあるんだよな、当たれば。ほらだってダメージ200-220くらいだよね。割と効いてんだよね。メラ200ダメージだから、まあ、主人公に当たってるせいなんだけどさ。キングダムまずい。避けてマジで。ナイス避け。まあまあまあまだ大丈夫。240はクソ雑魚。よし、これはどんだけ出ても300台だから全然いい。まあ、よくはないんだけどね。よくはないな。よくは全然ないけど、一番食らう主人公が食らってないから、さっきよりか全然良くて、ここでギガスラッシュを使うことによって、あとはみんなの頑張り次第で勝てる。まあ、相手が状態以上使ってきた別だけど、こっちは早いもんな。そうだよな。さっきみたいな失態は、絶対に犯さない。ミニゴーストファイヤー。ナイス、残り205。さあ、行ってこい。ジャンプ、ゲレー。素晴らしい。危ねえ。いくらこっちがレベル1だからって、ちょっときつすぎるって。危ない危ない。とりあえず一旦ここ突破。いや、これウェポンダブルスキャンとかもできてないのが結構きついんだよな。マスターダブルスキャン以外は解禁してないから、相手の武器も欲しいけど、ま、とりあえず防具がやばすぎるんで、これは、まあ、魔法の鎧、いただきますか。さあ、続いてのお相手は、メグ選手。君からは、ま、武器が欲しいね。ウェポンダブルスキャンしたいから。さあ、誰だ？あー、悪くはないのかな。モンスターはいらないな。さあ、ちゃんとした装備を手に入れたこいつらで今度こそ挑むぞ。まさかゴーストとスライムナイトとこんな長い付き合いになるとは思わなかったけど。よし。これで今魔獣の雄たけびの火力がさっきより上がるはず。上がらなかった。でも身の守りはちゃんと上がってくれた。そうだよな。攻撃力上がるのは武闘技とかか。で、メンバーもいい感じ。さっきより戦いやすくなったんじゃないの？で、次はもうウェポンダブルスキャンだね。ウェポンダブルスキャンも死毒だからね。ただまあ、この状態でしちゃうと、多分奇跡の剣の方になっちゃうのかな。剣と爪だったら剣の方に入るはずなんで、まあ、それでちょっと、これじゃなくなっちゃうのは痛手だけど、まあまあまあいいでしょう。それくらいだったら。で、これも獣神剣とおたけびどっちがいいんだろうな。難しいとこだよな。スペシャルカードは、まずい。そのパターンか。待て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 。それはまずい。これは、もうあれだな。つばぜり次のターン使って、確実に勇気を削る。それしないとまずそうだな。麻痺にはならないよね。これはそうだな。一旦ここは確実に勇気ゲージを貯めつつ、次のターンに備える。ダメージやっぱ出ないな。これは打撃よりか、やっぱり、おたけびとかの方が良かったか。はい。ダメージ強。ゴーストさん、あなたを入れて良かったです、やっぱり。ちゃんとね、バランスが大事なんですよ、結局。バトルマスター相手だから魔法使えるゴーストを入れたというのは間違いではなかったんだ。やっぱり強すぎる。ゴースト。こんなに強かったなんて、君のことを誤解していたよ。今まではね、ゴーストって、全然火力も出ないしさ、魔法を使うくせにバトマスとかなんかちょっと微妙だし、そんなに HP も高くないし、なんだこいつって思ってたけど、こいつ、なんだこいつってなっちゃうくらい強かったわ。めちゃめちゃ強い。で、ここで僕はつばぜり合いを一旦発動する。これ大事。これさ、ワンチャン光の弾奪って、こっからもう勇気ゲージゲーにするっていうのはありか。ちょっとそれは危険な思考か。ナイス、競り勝ち。これで一旦まず相手が勇気ゲージで勝つことはなくなった。もうそれだけで十分。あとは、まあ、こっちが耐久で勝つか、まあ、勇気ゲー、相手の HP 削り切るかのどっちかだね。さあ、プチダウン。まあ、これはそんなだったよね、さっき。いやー、でも HP の差がそんなに縮まらないんだよな。の割に勇気が溜まってるわけでもないから、これどうするのがいいんだ。
まあ次のターンまで生き残ることができれば大丈夫で、メラはちゃんと強い。ナイス。まあまあまあ、爆弾岩に入っても200ダメージ出るんだから十分よ。これ雄たけびの方が強いか。でジャンプ切りは一応会心があるからこっちにしておいて、あと多分麻痺になったはずなんで、それも狙っていきたい。頼むぞマジで、おたけんでくれい。ファイヤーどう。よし来た、この時を待ち望んでいたんだ僕は。僕はずっとこの時を、ナイス、この時を待ち望んでました。待ち望みすぎ、僕が待ち望んでいたこと3戦全部叶えてくれた、ありがとう本当に。すごいことが起きてる今。僕が今ね、頭の中でこのチームに対して思っていたこと、いいジャンプギーで麻痺になんないかな、おたけびで麻痺になんないかな、ジャンプギーで会心出ないかなって30秒くらい前に言っていたことすべてが、うお、すごすぎる。何が起きてるんですか今。何が起きてるんですか。怖い。もうここまで来たら僕こいつらのことさ、ずっと使い続けちゃうよ。ね、無理だって、こんなの見せられちゃったら。こんなの見せられちゃった僕。え、これもう勇気たまるな。これいけるな。これいけちゃうな。まあ、メラで勝つ可能性もあるし。これいけるな。はい、勇気たまった。あ、そっか、あれか。そういうことか。今さ、何が起きたかっていうと、SP カード使おうとしたけど、十字キー設定したはずなのに、使えないから、あれもう使ったっけって思ったんだけどさ、これあれだ。設定したやつじゃないわ。魔法の鎧に変わったから、設定したやつじゃないから、あれか十字キー設定とかそういう概念なかったんだ。ごめん。今本当はギガデインじゃない、なんだっけ、ギガスラッシュ使った、勝ってたんだけど、なんか、ナメプしたみたいになっちゃった。ごめん。ごめんよ、メグ。お前のことをいたぶりたいわけじゃないんだ。ただなんか、ごめん。シンプルにこれは僕のミスです。危ないところだった。これが勝ち確定の盤面じゃなかったら、僕ちょっと先輩になるとこだったけど、よかったー。全然関係ないタイミングで。よし、これで勇気ゲージもマックスまで溜まったんで、あなたには、とどめの一撃で終わらせてあげましょう。さようなら、勝負あり。ここで最後の関門大輝くんが来るわけよな。決勝進出まで行ったら、結局ね、あの、一回セーブ的なものがされるから、まあそこからやり直せるんだけど、ここで負けたら最初からやり直したけど、とりあえずまず大輝には絶対に勝たなければならない。何が何でも。さあ、相手はこれはどうしよう、これどうしよう。悩むな、さっきの、いや、誰奪うべきか。いや、これさあ、まあ狙ってんのは、剣を奪って、まあ、ウェポンダブルスキャンして強化するっていうやつなんだけど、まあ、変更はするわ。変更は絶対するんだけど、もう一個はさっきも言った光の玉。でも光の玉奪っちゃうと、まあ、この試合は最悪いいとして、次の試合とかからギガスラッシュ打てなくなっちゃうから、そうなると一生光の玉生活をしなければならない。そう強いられるわけ。それはちょっと嫌なんだよな。いや、ちょっとこれで行こうかな。え、で、これなんでこうなったかっていうと、ちょっと僕の中でよからぬ考えが生まれてしまいまして、それちょっと聞いてもらっていいっすか。何かっていうと、相手メタルキング装備だったじゃん？メタキンの剣持ってるじゃん？僕奇跡の剣今持ってるじゃん？え、これ合体させてメタキンの槍にしたくなっちゃった。もうそこまで見越してのこれ。いや、ちょっと欲しくない？メタキンの槍。ここでメタルキングの剣奪うことに成功すれば、ウェポンダブルスキャンによって、これメタキンの槍になるのよ。メタキンの剣と奇跡の剣を合体させると。それちょっと狙いたくなっちゃったな。もちろん他にもね、ストーンマンとかさ、エリミネーターだっけあいつ、とか欲しいやつもあるよ。メタキンの盾なんて絶対欲しいよ。でもさ、メタキンの槍欲しい。めっちゃ欲しい。僕の中で良くない考えが出てきてしまいました。ごめんなさい、これでいきます。まあ、これで負けたらよ、一旦考えるわ。それはでも、いやまあそうね、まあ負けたらもうだいぶ巻き戻されるから辛いよ僕だって。
ちょっとグリンガムやめてもらっていいですか。待って、グリンガム欲しい。グリンガム欲しくなっちゃった。ちょっと待ってよ、欲しいやつが多すぎる。どうすればいいの、僕をどうしようっていうの。これ以上ね、困らせないで僕のこと。メタキンの剣、メタキンの盾、グリンガムの鞭、僕をどれだけ。やめて、まあ、やる気はいいよ全然。よかった、叩きつける。怖い、怖いよ、怖いよ。あースライムナイト。まあ1ならいい、11なら。メラメラメラ、いいよメラメラ、ボボ、炎が燃え上がる。はい、ナイス、悪くない悪くない。からの隠し用のペコだ、1だから大丈夫。スライムの中にな、294、どうなっちゃう。よしよし、まあ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 、一旦いいでしょう。一人くらいくれてやる、欲しけりゃくれてやる。探せ、この世のすべてをそこに置いてきた。ロジャーもそう言ってんだからさ、これはもう行くしかねえよな。あ、つばぜりありだった。いやまあ行くか一旦。いやこれどうだろうな、大丈夫かな。 225HP が結構ねきついんだよな今。いやそうなんだよな。まあ一旦見るか、高速切り。くっ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 、避けて欲しかったよ。どうなる、333、くっまずいな。回復とかもワンチャンありやった。いやそれは微妙か。まあ、ダメージはエリミネーター当たれば結構出るからそれは悪くない。いやこれつばずりやったところで結局次のターン死ぬから、岩投げはあり、岩投げは全然あり。はい大丈夫、まあ、ギガスラ使って次のターン一気に決めるしかないな。割と相手素早さ遅いから。かーめた金が怖え、まあ、ギガスラ使、まずい。やどうだこれ、まずいけど、まあ主人公が動かないのはありがたい。競り勝ちはした。でも HP272 はやばいって。まあギガスラ使って500ダメージ、残り600、会心とか出ればいけるけど出ないかな、さすがに。まあ一旦な、一旦ミニゴースト行ってらっしゃいします。いやーどうだろうな。結構食らうね。あれ、カシ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 、突撃じゃ無理かもね。134、これは残り270にやばすぎる。避けて待ちてお願いだから、耐えた。よしまだ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 、隠し用の隠し用の、ガッ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 、全余計だ。よし戻ってきたぞ。そしてだいぶレベル上がっちゃったけど、なんと変えてきましたよ。さっきはね剣ゲットしちゃったんだけど、今回はなんと鎧を変えてきました。さあまず相手はグリンガムを使ってくるよな。そこまでは想定通り。あれ、あそう、まあ、これなんで鎧にしたかっていうと、まあ、相手がグリンガムを使うと思って変えたんですよね。まあ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 、その考え方としては、まず魔獣の焚き火、これがめちゃめちゃ強いからやっぱり剣に変えちゃうのもったいないってことで、お焚き火使えるように武器はやめる。で光の弾を使いたかったんだけど、グリンガム使われるからそれやめといて、だったらじゃあ何にするかって言ったら、防御力を底上げするために防具を変えるのが一番いいんじゃないかなみたいな風に思ってたんですけど、ちょっと話が変わっちゃうな。これは話が変わっちゃうな。あーそう、なんかしかもめっちゃ食らってるし、なんかあれ、ちょっとやめてください、そういうことすんのね。え本当に僕の想定をさ、超立ちふさがるはめちゃめちゃ最後にやってておバカさんだなと思うけど、それ以前の問題なのよこっちはね。こっちの考えよ、こんな必死に考えて僕レベル11になっちゃいました。まあ、さっきよくね、むしろレベル5とかでさ、あそこまで前線していたとも思うけど、ちょっと上がっちゃったのよ。なんでこんなに上がったか、めっちゃ負けたかですよ。だからやっとここまで戻ってこれてさ、でずっと考えて、あこれでいけるだって思ったら、
蓋を開けてみればグリンガムなくなって、なぜか精霊の紋章に変わっている。意味がわかりません。死んじゃいます。てかもうこれ勝てなくね。おたりつかもう本当にグリンガムだったらね、そう耐久力があればなんとかなると思ってましたよ、こっちも。まあ、エリミネーター動けなくなって嬉しいよ、こっちも。でも、これは、無理じゃん。ジャンプ切りだ！会心の一撃！あれ？体が痺れて！なんか勝てそうじゃね？あれ？あれ？あ、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 勝っちゃった。勝った。イエーイ。負けたと思って無言だったけど、勝てたんで、まあ、いいとしますか。さあ、ただ問題はこっからよ。今の試合的に、まず奇跡の剣を使わなかったじゃん。だから、めっちゃ泣いてる大輝。いや、そうなんだよ。奇跡早っ。立ち直り早っ。いや、奇跡の剣をね。まあ、使わなかったことによって、メタキンの槍戦法、まずできなくなりました。で、グリンガムの鞭、使われなかったんで、グリンガムの鞭を奪うこともできなくなったから、もう、ほんと、メタキンの盾奪うくらいしかなくなっちゃったんだよな。もったいね。いや、こうなるくらいだったらもう、負けたかった。なんならね。で、グリンガムか、メタキンの剣欲しかったけど、両方なくなっちゃったから、うわ、どう、リュータいけるかな。さあ、リュータなんだ。あー、耐久力めちゃめちゃありますよって感じか。シルバーデビルとドラゴンゾンビ。うわ、これどう？わかんねえな。まあ、変更はするけどさ。メタキンの盾かな、結局。で、問題は相手が、会心を出してくるかどうかっていう問題。これちょっと、一回メタキンの剣いっちゃいます。これはきついか。だーくそ、惜しくす、いや惜しくないな。よく見たら全然惜しくないし、別にメタキンの剣である必要もなければメタキンの盾である必要もないな。はい、ということで、一試合目最初の試合だったんですけど、間違ってね、魔法の鎧をつけてしまったんで、もう、試合ごとカットしたんですけど、まあ、結果から言うと、メタキンの剣使っても、ちょっと微妙だったから、魔獣の爪のままでいいんじゃないかなと。うん、で、魔獣の爪は、獣特攻もあるから、シルバーデビルとも相性がいいことを考えると、これもうウェポンダブルスキャンを使わないという、もうバトルマスターなどに使わない選択肢。で、メタキンの盾。これに関しても、まあ、会心が相手そんなに出さなかったから、もう聖堂の盾のままの方がガード率も高いからいいんじゃないかなと。で、防具に関しても、まあ、奇跡、あ、神秘の鎧がさっきの試合強かったんで、まあ、このままでいいと。いうことは、これモンスター、ついに変え時なんじゃないかという話よ。で、誰と変えるかというと、エリミネーターですよね。まあ、彼はもうパワーこそ命という感じで、まあ、奴の HP がとにかく2800とえげつない高さを持ってるんで、まあ、そこを突破するにはやっぱり、この火力の高さで、ゴリ押すのが一番いいんじゃないかなと。まあ、魔獣に対してもそうですよ。結局、獣特攻で火力を上げて頑張りたいって感じだから、もうここはね、ダメージ与えまくって、ゴリ押していこうかなと思います。で、一応ね、カットした試合では、相手が SP カード、光の玉を使ってきたんで、もしそのままなんだとすれば、ダメージがこっち食らうことはないから、まあ、つばぜり合いでなんとか、勝ちつつ、そうだな。でも、とどめで勝つのってなかなか現実的ではない気もする。まあ、どちらにせよ、耐久することは絶対的に大事になってくるんで、まあ、一旦様子見つつ、もし削れなさそうだったら、最悪この、おたけびで、麻痺狙っていくのも、ワンチャンあり。まあ、ゴーストはね、やっぱり、そういう面でも、麻痺できないんで、まあ、どちらかというと、スライムナイトの方がそこは強いのかなって感じがするけど、頼むぞ。まず、会心とか出すかどうか。出せたら、いいよ。素晴らしい。これ。これが見たかった。で、さらに隠し音。ここら辺は会心の可能性が高い。どうだ？まあ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 。シンプルに火力が高い。で、からのさらに、
ジャンプ切り、いってらっしゃい。素晴らしい。悪くない悪くない。麻痺はないけど、そうね、これ重心剣がちゃんと当たってくれればかなり強いんじゃないか。漆黒の爪、まあまあまあ、そうね、エルミネーター結構食らっちゃうんだよな。身の守りはゴーストと比べてもややエルミネーターの方が低いまであるから、ちょそこが痛手ではあるけど、まあ毎ターン回復の神秘の鎧も強いんで、これはだいぶありがたい。まあこれを続ける感じになるかな。で、光の弾をそろそろ使うはずだけど、どうだ、来るか、どれだ。オッケーオッケーオッケー。だったら、つばぜり合いで一応なんとかなる。わあ、でもどうだろう、今ギガスラ使った方が良かったか。でもワンチャンもしかしたら次のターンギガスラで勝てる可能性もあるから、一旦様子は見たかった。4連撃。ここ会心とか出されるときついぞ。やば。まずいか、これ。はいはい。682。このターンは死なないんじゃないか。このターン生きれれば、最悪ギガスラでなんとか。いいよいいよいいよ、マジでいいよ。いいよ、490、いいよ。待って、これさ、マジで魔獣つけててよかった。灼熱。どうなるこれ。とりあえず、灼熱だったら死なない。はい。422でしょ。うん。ドラゴンゾンビじゃ、我々を殺すことはできねえ。よし。落ち着け。大丈夫。大丈夫だから、本当に。隠し用の。いいぞ。はい。884、ギガスラで残り300。魔獣、そうだな。ここで、獣特攻を先手取れれば、勝てる。ワンチャンあるんじゃないの？行くぞ。ここはつばぜりじゃない。ギガスラッシュだ。ダメージは500くらいのはず。ギガスラッチュー。よしよしよし、384、どうだ。やばいやばい、やだやだ。よし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 、天魔客、一人よければまだあるよ。よっ、でん、死ぬんかい、死ぬんかい。いや、今勝つ流れだったじゃん。完全に理解したね。これは、メタルキングの鎧。これがうちにとって最高の編成だということに今気づきました。先ほどまでの試合を経て、やはり耐久力がないというところが一番我々にとってデメリットになっていたということは、すなわち、やっぱり攻撃とかそういうの関係ないわけよ。もうさっきの試合でもギリギリまでいけそうではあったから、あともう重心剣で、こいつをボコボコにしていって、このシルバーデビルが本当に穴になってるから、ここでまずダメージを与えることによって、多少ダメージ。で、メラに関してもダメージでかいから、ゴーストはもう存続。で、まあ、会心出る可能性のあるスライムナイトも存続となって、あとはもう、主人公がどれだけ軽減できるかの問題。いいよ、ゴーストよけ。で、67まで軽減。これでかい。魔法の鎧だと、やっぱり、魔法を軽減することに重きを置いているから、あんまりね、まあ、ダメージ軽減はできなかったんだけど、まあ、ここはもう完全に物理耐性ゴリ押しで、で、逆に属性耐性がないって感じだから、かなり相性はいいはず。ナイス避け、素晴らしい。いいぞ。今のところめちゃめちゃいい。これが見たかったんだ。やっぱな。結局、なんかさ、エリミネーター入れるみたいな感じで、僕たちの仲間を裏切るような真似をしてしまった。申し訳ない。あれは僕がおかしかったんだ。あの頃の僕はおかしかったんだ。お前らを信じるべきだったんだよな。さあ、つばぜり合いでまずはお前をボコボコにしてやろう。ボコボコにさせてもらう。で、リュータが崩すれる。で、相手も動けなくなったから、重心剣使えないのはもったいないけど、あ、今光の弾か。まあまあまあ、でも、ここで、つばぜり合い使ったから、多分相手が、勇気溜まることはないんじゃないかな。で、あとはジャンプギーとか適当に使って開始。まあまあ、一回くらいだったら、重心剣でなんとか持ち直せるかな？ボーンネイル。そうね、火力自体は結局そんなに高くないし、避ける可能性も高いから、オーケーオーケーオーケー、まだ大丈夫。さあ、一旦メラーじゃなくミニゴーストなのはちょっと良くないよ。どんくらい入るっけ？
まあまあ悪くはないか、180。うん、ジャンプギーと同じくらいだから。で、灼熱の叫び、これはちょっと痛い。属性系がね食らっちゃうから。でも今のところそんなに悪くないよ。はいはいはい、200ダメージ。差は500。重心剣でどうにでもなる。いけるぞ。あとジャンプギーの麻痺、会心、メラの安定の火力、ここら辺でどうにかしていきたい。天魔脚オッケー、いいよ。天魔脚は全然食らわないからね。当たるけどダメージ的には、はい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 、300いかなきゃ全然大丈夫。からの行きなさいメラ。これで確実にダメージを与える。素晴らしいダメージ、300ダメージ、いいよ。さらにジャンプ切り、これの火力による、悪くない。264、麻痺にはならないよ、これは十分。で、漆黒の爪、これもまあ会心さえ出なければダメージはそんなでもないはず。オーケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫。待って、ガチである。え、頼むよマジで。どこに当てる？よし。まずいかな。ちょっと待って、それまずい、それはまずい。一番当てなきゃいけないところだった今の。やるしかねえんだよ、ギガスラッシュをよ。ここでギガスラッシュを使って、あとは中心剣をシルバーデビルで当てる、これしかねえ。636、僕らが先手を取ればまだいける。よし、よくやった、ナイス。は？何やってんのお前。た、夢か。そうだよな、あんなこと現実に起こるわけないよな。気を問い直してやるか。重心剣、これで、そうだな、シルバーデビルにちゃんと当たれば500ダメージで、もうこのターンで一気にギガスラッシュ圏内まで持っていけるはず。で、ちゃんとガードもできたから、これでもうこのターンでこっちがやられることもない。つばじり合いもちゃんと勝っているから、そうね、とどめの一撃の心配もない、もう万事解決です。あとは重心剣さえ当たれば。いや、ちょっと逆にな、今の夢を見たことによってデモンストレーションができたという感じもするわ。うん、この後重心剣外しちゃったらどうなるのかなっていう、まあ、そこも理解した上でしっかりと勝っていこうねっていう、そういうお話ですよね。さあ行ってこい、重心剣をシルバーデビルに行ってこい。ナイス、当たって900。ナイス。焦った、マジで。いや、そうだよな、ミスなんて起こるわけないよね。むしろ会心が出ることの予兆だったってわけか。たまにあるよね、悪い夢を見たとき、いいことが起こる前触れですみたいな、そういうことだったのか。よかったわー。もうギガスラッシュとか、いりませんから、我々にとっては。もうそんなものはね。いやー、ちょっと、安心したわー。ということで、バトルマスター、優勝だい！いやー、お疲れお疲れ、森。よかった。いや、リュータに勝てたの嬉しいね、でも。もう残るは賢者とモンスターマスターでしょ。まあ、モンマスはちょっと別の意味で難しいところもあるんだけど、まあ、モンマスも頑張ればなんとかなるから、いや、これは、よかったわ。一旦これで、一安心って感じかな。ありがとうございます。ということで、今回はここまで。次回は、賢者もしくはモンスターマスター決定戦でお会いしましょう。ありがとうございました。